はい、月です。先日開封の上ご紹介させていただいた、こちらのノバライト2、非常にコスパの高い端末なんですが、そちらが今 SIM とセットで購入した場合ですが、一括価格8800円別途税で購入できるセールが開始されておりますので、情報をシェアさせていただければと思います。以前も9800円別途税というキャンペーンをやっていた SIM 通算でいいのかな、 SIM 通りと書いて SIM 通算と読むかと思うんですけども、こちらのサイトから OCN モバイル1を同時加入するとこちらの金額で購入できるということです。で、今回素晴らしいと言いますか、今回すごいなと思ったのはこのデータ SIM でもいいよということですね。ちらっと見ていくと、 MNP する方は MNP の手順を踏んでいただきたいんですが、それ以外の方、一般的には音声対応 SIM もしくはデータ通信専用 SIM を新規契約して、でお客様番号が出ますのでスマホをそのまま購入してくださいという感じになります。適用条件、 OCN モバイル1の音声対応 SIM もしくはデータ通信専用 SIM をこちらの申し込み欄から、申し込みリンクから申し込んだ場合のみというふうになっていますので、必ずね、こちらのリンクから購入するようにしてください。概要欄にリンク貼っておきますので、よろしければそちらをご確認ください。なお、データ専用 SIM についてはお一人様1台限りとなっています。そして音声 SIM の縛り期間ですが、6ヶ月間というふうになっています。こちらが OCN モバイル1のデータプランですが、一番安いプランで1日110メガバイトデータが使えて、音声 SIM の場合1600円別途税、データ専用 SIM の場合900円別途税というふうになっていて、この音声 SIM の場合は半年間の縛りがあるということですね。前回動画を公開してから購入してみようかなっていうコメントも多くいただいてますので、もしね、 SIM 契約も一緒に考えている場合は OCN さんの SIM セットを検討するのも価値があるんじゃないかなというふうに思います。で、それ以外にもオーナー9が19,800円、こちらは音声 SIM だけのようですが、 P10 ライト、これは6,800円ですね。こちらも音声 SIM のみのようです。そしてデータ SIM も OK な Mate 10 Pro が59,800円となっています。 Aquos とかね、Zenfone 4とか Gooのスマホなんかは0円で購入できるということですので、 Nova Lite 2以外にも格安のスマホを使いたいなっていう方は検討してみてはいかがでしょうか。一応セール期間は26日までとなっていますが、在庫によっては欲しい商品あるいは欲しい色がなくなってしまうかもしれませんので、お早めにご検討いただければと思います。そして本日私はこちら、世界最小と謳われるスマートフォンが今届きましたのでね、こちらを開封レビューしてみたいと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ではまた。